いメイド。お前、俺の言うことをきちんと聞いていたのか？ディナーの用意は早めにしておけと、口酸っぱく教えたと思ったかな。ふざけるな。今日は大事な要人が来客すると言ったろう。な？昼寝していて気づかなかった。まったく。相変わらずふざけた奴だな。まあ、終わったことを言っていても仕方がない。今から早急に準備をしろ。要人のお付きのコックも、何やら手伝いをしてくれるとのことだ。わかっているのか？しっかりと感謝を伝えておけよ。本来は我々が出迎えなければいけないのだ。迎えるべき我々が助けられてばかりでは、示しがつかない。次にこのようなミスをしたら、貴様の首はないものと思えよ。わかったな、このバカメイド。さあ、皆の者。長らくお待たせして申し訳がなかった。長旅でお疲れであろう。今日は存分に食べて、好きに騒いで行ってくれ。それでは、乾杯。なんだこれ。ただのジュースじゃないか。おいメイド、一体どうなってる？酒はどうした酒？え？おい、どうしたメイド？おい、なぜ倒れて？は？それ、俺様のグラスじゃないか。まさか、毒物か？そんな、まさか俺の代わりに、バカなこと、一体誰がこんな真似した？くそ、犯人探しなどしている暇はなさそうだな。動くな。致死性の毒ではなさそうだが、口に含みすぎている。このバカ。何かに刺したなら、飲むことなどせずに、なぜ俺に報告しなかった？そんなことも伝えられないほど、俺は頼りない王だったか。このバカメイドが。医療班、早く担架と処置を頼む。呼吸が止まりかけてるんだ。このままじゃ、俺のメイドが死んでしまう。大丈夫だぞ。貴様は俺の家族だ。家族をこんなところで殺すような真似を、俺はしない。メイド。唇を借りるぞ。もっとだ。もっと。もっと。酸素がいる。
邪魔のようなドジでバカなメイドも、うちに来たからには、大切な家族だ。貴様をこのような目に遭わせたやからは、俺が必ず捕まえる。そして、必ずお前も助ける。だから意識をしっかり保てよ。俺と共に、ここで生きるのだ。この国で、生涯を共にするぞ、メイド。ああ。目を覚ましたようだな。心配をかけやがって。このバカが。ああ、動くんじゃない。お前は3日ほど眠っていたよ。もう目を覚まさないかと、随分と肝を冷やした。まさか、何も覚えていないのか。乾杯をしたところまで。そうだ。お前はその祝杯で毒物を飲んで、意識を失ったんだ。気づいていたんだろう。俺が用心に命を狙われていたこと。まったくお前は、こういう時だけは鋭いやつだ。ありがとう。俺様のことを助けてくれて。お前は、俺の自慢のメイドだよ。心配するな。お前をこんな目に遭わせたバカは、即刻牢獄へ送り込んだ。そして会議も、緊急的に中止となった。お前がこの俺様を、いや、この国を守ってくれたんだ。今、なんて言った?私はただ、王様の飲むお酒が羨ましくて、横取りしただけ。なんだと?じゃあ、毒物に気づいてたわけじゃ。本当にお前はおかしな奴だな。そしてやたらと欲深い。そういう人間らしいところ、俺様は嫌いじゃないぞ。早く元気になれ。なんせ。俺様が口づけをしてやったのだからな。でも、君と過ごして変わったんだ。はよした。人間と過ごして楽しいって初めて思った。でもお前は違った。裏切られた。違くない。それがお前の答えなんだろう。じゃあ俺たちも答えを出さないと。悲しいけど。そうだね、兄ちゃん。お仕置きの時間だ。ドラマ CD 好評発売中。詳しくは概要欄から。